皆様こんにちは安保法制も難山の末通りましてこれから私たちは次のステップを考えなければならないそんな局面で今日のこの月例研究会をさせていただきますタイトルはですね第4次安倍政権憲法改正に手をつけるかということです今日日はこのの本国の 重大事であります憲法改正について、えー、私の左隣、えー、おなじみの副理事長、田久保忠恵先生、そして自民党の中で、この人を置いて他に憲法にもっと詳しい人はほとんどいないだろうと言われております古谷刑事さん。えー、96条のの改正の アイディアなどを生み出した方でいらっしゃいますそして憲法といえば日本大学教授の桃地明先生このお三方でお話を進めていきたいというふうに思います冒頭基調講演といいますかごそれぞれの方々が えー、これだけは言いたいというところをお話しいただいてからああのディスカッションに入りたいと思います。では拓保さんから、なぜ今、憲法改正が必要なのかということについて、お話をいただきます、はいえー、今、なぜ憲法改正かということをですね、私、憲法学者じゃございませんので、わ、えー、が国、国内、あるいは国際情勢 全体の中からちょっとと申し上げてみたいと思いた思ますで初めはじめまず、心配な点を2つ申し上げたい、でこれはあの、自民党に対する私はちょっとあの心配な点がありますので、えー、古谷さん、古谷さんは私、前からあの尊敬している政治家でありまして、あのはっきり言うと、今、総理大臣になってもいいんじゃないかなと思うぐらいの方でありまして。 えー、お拍手が出ましたであの、何を言ってもこの人は、えー、よく聞いてくださる方だというんで、あえて申し上げます、心配な点は2つあるんです、1つはあの安保法制で、ですねなんであんなドジをやったのかと、でこれはですね1つは野党が、えー、これはあのとんでもないあの、<laughs> 俗児に入りやすい PR ですね、戦争法案だ。 それからもう一つ制これ、法案のことを何にも知らない人でも、例えば子どもを持ったお母さん、男の子を持ったお母さんなら、ピッとくるような、俗字に入りやすいキーワードをバンバンやるわけですね、これはちょっとなと私も思いました、それから共産党の議員が、日曜討論のあの中でですね、 明日の国会の前で何時からやりますよって、これ、公共放送を通じて、一つの野党の一つがこんなことをやっていいのかなと、これ、異常なことが私、多すぎると思いました、のこの野党の大変なこの PR っていうのは、おそらくあの共産党のやり方じゃないかなというふうに思うんですけれども、それにしても、これを潰すことのできなかった。 自民党の PR は一体どうなったんだろうということを私は申し上げたいんですよ、であの衆議院の,あの審議のときから私、見ておりましたけども、この法案の細かいことをですね、いちいちこれあの、これは具体例だというふうにして安倍さんも言っておられるんだけども、そうじゃなくて、こういう説明がどうしてできなかったのかなって思うんですよ。 でこれは私の,あの専門で、あと櫻井さんからあのご指摘があればえ、詳しくやりますけれども、今、とんでもないことが日本の周辺で起こっているんだということですね、え一つは北朝鮮、一つは中国、これはもう申し上げるまでもないと思います、まあ、あの人口の島、それもあの東京ドームの170倍ぐらいの島をばんばん作ってるという。 この連中連中ってから、そこの,あの、えー、一つの,おあのお国家機関がですね、尖閣の今だって毎日うようよしてるわけでしょうで、しかもこういうものを抑えるアメリカががらっと変わっちゃった、皆さん、オバマ政権は、えー、これ特に第2期は、一回も軍事力使ってないんですよ、の安倍さんがこの間、あこの間去年、去年おととしですか。 靖国神社へ行ったときにアメリカはあの失望したと言ったなぜ失望したかというと日本の最高指導者が周辺諸国の指導者を周辺諸国を刺激する恐れがあるので失望したとこ言ったんですよでつまりあのアメリカがラッと変わっちゃったんです日本よ変なことで周辺諸国を刺激してくれるなよ 俺はお前たちに巻き込まれるの嫌だよとこういうガラッと変わってしまったこれ中国とアメリカはこういうふうに変わってるんですよしたがって日本は憲法を改正しないとどうにもならないんだしかし憲法改正はすぐできないから今の枠内でぎりぎりのことをやるんだそれはアメリカを引き止めておかなきゃいけないそれは集団自衛権の行使でしょうでこれも 公明党の,あのブレーキにあって、制限的なちょっぴりしたの解析でやらないで、これっきりやらない、実はこれじゃだめなんだけれども、これでもいいから通してくれよ、この関連の法案はこうなんだというふうに、説明がなぜできないのかって、こういうことなんですよ。で、私はあの衆議院も参議院の審議も、これ、なんだろうな、自民党の PR は、と思いました。 だから衆議院の審議のときは、中国の脅威は何にも言わない、北朝鮮ばっかり、突如として参議院の段階になってから、中国の脅威を言い出した、どうも不自然だなというふうに私は思ったわけであります。からですね、あの私、自分で体験したんですけれども、めでたく法律として成立しましたね。 その1週間前ですからある集まりで、幹部の方が、ようやく党の PR のパンフレットができましたよ Q、Q&A が出て、一つの袋に入ってるんですよ。おいおい、採決の1週間前にこれができたって一体何なんだ衆議院の審議の1週間前にそういうものは作るべきじゃないのかと、私は思いました。こういうい野党の,あのめちゃくちゃゃくなあの PR と 自民党のやはりあの後手後手、これもやはりね、私はあの自然に多数党のおごりみたいのが出てきてるんじゃないかなと、実に私、自民党じゃないと今、乗り切れないと思うから、しかも古谷さんの前だから、あえて申し上げますと、そういう心配があるんだということなんであります。よって自民党の憲法法改正あれだけ安保関連法案に いやこエネルギーと時間を使いましたので、ちょっと気力がなえてしまったのではないかな、これはあのそういうことになると、私、さっき申し上げましたように、これ、絶好のチャンスが今、国際情勢で訪れているのに、自民党が少し弱気になると怖いなと、これが心配の第一点であります。だからももううううう一つここれはあのそういうことはないだろうととなろ思うんですけども 新聞の一部で、池田路線に復帰するのかっていうことが書かれていた、実に言う私はこれあの、第二の心配の点だなと思います。皆さん、岸さんが安保、60年安保やりましたね、今どころの騒ぎじゃなかった、大変な騒ぎでありました、私も20代の後半で、若い新聞記者だったんですけども、農林省担当だと もうすぐこの辺、あの国会の周辺の物々しい雰囲気を私、ここで目撃したんです。で、このあと、岸さんが退陣した後何やありましたか、池田さんが、もうあの安全保障はだめだ、所得倍増計画こっちへ移っちゃった、安保をうっちゃっとゃうあの放棄しちゃったんです。で、このあと佐藤さん、沖縄返還だじゃ誰が安保この自衛隊の 本当の姿に一国として国のバックボーンは軍隊じゃないか、これを憲法で正式に認知してない国なんていうのはあるのかどうか、これはアメリカの保護国、あるいは属国じゃないかと、私はずーっと考えてきたんですけれども、こういうことですね、つまり、安保でやけどをした後と、えー、暑さに超えて生臭服じゃないけど、今度は経済だ。 で安倍さんアベノミクス、アベノミクス、これ、大いにやっていただきたいんです、ただし、同時に、外交・安全保障というのは国の基本でありますから、これは池田路線に戻るなんていうのは、これはあのおじいさんの後池田首相が出てきて、これで安保にそっぽを向いた路線がずっと出てきた、これが今の高知会にまでずっと引き継がれているんではないか、これは経武装、経済大国への道。 まああのあの吉田ドクトリンという人もいますけれどもこういう流れができてしまってこれをひっくり返そうとしたのが安倍さんなのにこの後にまた池田路線鍵括弧池田路線今の時代の平成の池田路線に立ち返るようなことがなければいいなというふうに私は思います。 でちょっと時間をあ,のあれしましたけども、今あの、国際情勢、あとから詳しく申し上げますけれども、えー、日本を取り囲むあの国際情勢とのさっき申しましたように、中国の拡大、膨張し、アメリカの内向き思考、から北朝鮮、ミサイルで射程に収めてるよ、いつでも撃てるぞとこういうことを言っている、ここで、今の憲法でいいのかどうか、でこの中でですね、 自民党の中で最も戦後体制、戦後レジームからの脱却、これをずっと唱え,えてこられた優れた指導者がこの出てこられた、国内的にも、これから国際的にも見て、今、私はあの絶好のチャンス、あるいは最後の憲法改正のチャンスではないかなというふうに思いまして、今の時点で。 もうこれで憲法改正に一挙に流れを作らないといけないという、私の,あの意をお組みいただきたいというふうに思います、以上でございますありがとうございました、うんえー、次に古谷さんにお話しいただきたいんですけれども、田、ま、久、あ、保さんはご自分の主張をおっしゃいましたけれども、そのほとんどが古谷さんに対する質問でもありうるだろうというふうに思いますよろししくお願いいたします。はい で私、当選したの、平成2年なんですけどね、あの時に私、パンフレットに、日本人の手による憲法を作るっていう公約を入れたんですよ、そしたら支援者の方からね、猛烈に叱られましてね、そんなことを入れずに、やっぱり地元の橋作る、道路作る、こういうことをしっかり前に入れろって、すごい言われたんですね。 私実績ないので、まあ、いやいや入れたんですけども、も実は最後の項目に絶対これ外せないとで、えー、入れたんです、猛烈に批判を受けました、もうだから、そんなんじゃあの辺走ってる街宣車の運用と同じじゃないかと、そういう発想だったんですね、当時は。でも今、25年経って、えー、今、田久保先生がおっしゃったように、世界の環境、安全保障に対する環境。 大きく変わりましたこれ、国会の中ではそのことはっきり言ってるじゃないですか、そうなんですよ、現実に、もう中国のこの、えー、拡張主義っていうか、ですね覇権主義っていうのは、これはもうちょっと目に余るものがありますよね、えー、今その、えー、埋め立てて3000メーター級の滑走路たくさん作るってことだけじゃなくて、えー、例えば航空母艦一つ取っても、ですね世界に今20隻ぐらいですかね、で13隻アメリカ持ってた 中国1隻、あのチューブルを借りたけど、今度はもう1隻は2017年にできる、2025年には5隻大戦にしようという話もありますよ、航空母艦って実は核以外の最大の攻撃武器ですから、こういったものをそうやって作って、そしてなおかつ船の基地もその南シナ海にどんどん岸壁を作っているということは、まあ、どういうことか、でも残念ながら今度の国会で,です、ね、衆議院のときに総理はあんまりこの中国のことを言及しなかったんですね。 それはいろんなあの政治的な情勢があります、よくわかります、でも参議院に入ってから、それを言うようになりました、なぜか、これは実はちょっと戦略的な失敗も反省込めて言わなきゃいけないのは、衆議院ではですね、九十数パーセントを野党の質問に当てたんです、自民党が質問を遠慮したんです、でも、それでも全く理解を得られなかった、だったら今度は7、3ぐらいに、 したんですそしたら当然、えー、佐藤正久さんとかですね、えー、そのほかの、まあ、保守のと言われている自由民主党の国会議員がその中国の問題北朝鮮の問題そういったものをどんどん言ってきたから、えー、起こ